ほら、アイコ、綺麗だろ。ミーコはプレゼントあげるんだから。ほら、お父さんからのプレゼントだ。ミーコは？ミーコはね、お空へ行ったの。死んだの？6つの時のクリスマスの夜、可愛がっていた猫のミーコが死んだの。その頃からなのよね、私が屋根に登るようになったのは。これが我が星ヶ丘高校1年 A 組。ほんじゃ、メインキャストを紹介します。明日から待望の夏休みです。長い休みだから、みんな計画を立てて規則正しい生活を送るように。行儀悪いよそれ。いいですか？はい。もう一度。はい。それでは皆さんの通知表を渡します。平塚志穂野さん。はい。ゴンベ、あったかくて私にとってお姉さんみたいな存在。水泳部、鈴木玲子さん。はいはい。かいでいいです。はい。リンリン、抜群の行動派、勇気リンリン娘。木村元子さん。はい。はいでしょ。はい。モック、食べることに青春をかけると決めた食いしん坊。岡本京子さん。はい。おきょん、純情一途な可憐な乙女。ケーキだけには目がないのよね。花岡紅子さん。はい。
ペニコ、こやつだけには絶対負けたくない。三田愛子さん、三田さん、はい。で、はじめまして、私が三田愛子、弓道大好き、花の16歳。成績表は明るくないけど、明日からは高校入って初めての夏休み。明るくなれないわけがない。弓道の矢は4本1セット。1本的に当たれば1中、2本だと2中、4本全部だとみんな命中と書いて懐中。的の審判は鑑定小屋に、打ち手は矢場から打つ。もちろん1年生は矢を打つことも弓に触ることも許されない。開けてもくれても姿勢とゴム弓の模擬練習ばっかり、はあ、当たり最中。うわっ、川野さんすごい、信じらんない。お見事。さあ、私たちも先輩目指して頑張ろうよ。でもやっぱり最高ね、川野さんって。でもやっぱり最高ね、川野さんって。東芝自動ゴマ水器か、やつは男たらしのインラン娘。ほら、何話しとこ。あー、もう川野先輩最高、素敵。ベニコでしょ。そう、私としてはまず名前が嫌なんだわ。うん、ベニコってデレイヤらしい感じするもんな。違う、いい名前だと思うから悔しいんだがね。どこがいいの。いいがね、私みたいにカタカナなんて親の趣味疑うに。そうかな、テクノ感覚溢れとっていいって。ナウイナウイ、今はひらがなのがナウイに。何でもひらがなに変えてるがね。どうした、見た。はい。誰か待ってるのか。いえ、別に。お疲れ様でした。あと、危ないじゃないか。なんだよ。ごめんなさい。もう気をつけなさいよ。見たよ。ごちそうさまでした。それにしても下駄箱っていうのも意味深だね。下駄箱にラブレター、古い手だね。だから違うんだって。言い訳なんて聞きとうない、聞きとうない。はい。はい、モック。はい、ベニコパート2に関しましては、その目的たるや明白、もはや弁解の余地もないと思われます。ベニコパート2、私が本館も同館である。だから違うんだって。あれは偶然。
の時先輩がさ、もうそういう弁解ってよく聞きますね、モック。はい、ベニコさん。ダクもマジで怒るよ。ああ、来た来た。あっしょ。あいつだ。あんたね、前々から言おうと思っとったんだけど、何しにそんなおかしなことしとるわけ？気球が呼んでるからです。いつかそこから落ちてくれんかと願っとるんだけど、怪我でもせんと治らんのかね。じゃあその時が来るまで待ちましょう、お母さん。お好きなように。いつまでもそんなアホなことやってりゃせんのに。いいえ、たとえ60個したおばあになろうと構わんと思うわ。そんなおばあになる前にそこから落ちて死ぬんでないかと思っとるわ。屋根から落ちて死ぬなら本望じゃ。カラス、なぜ泣くの？カラスの勝手でしょ。アイコ。なに？する季節になると、我が弓道部は強化合宿へ出かける。私たち1年生はこの合宿で初めて弓を持つことが許される。
20分後、弓道場に集合。解散。はいはいはい。先輩、うん、暑いでしょ。こんなに汗かいて。ありがとう。先生、行きましょう。え、いやいや、もうわしのことはいいからな。若いもんで行きなさい。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。先輩。森脇さん、私が拭いてあげる。帰ろうな。先輩。このクソ暑いのにも。完璧、聞こえんぞ。当たり、三つ。当たり、開始。花岡、なかなかいいぞ。先輩の試合を守ってるだけです。いやー、花岡さんは素質あるもん。1年生のホープだわ。ああ、ちやほやされちゃってさ。中学からやっとんだもん、当たって当たり前だわ。あのぶりっ子、男子にはとっておきの顔見せるでね。肩の力抜け。はい。リラックスしてけよ、リラックス。お主そんなに男にめとるのか。
よっしゃ。よっしゃ。おはよう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 。どうしたの？痛い。歯がうずくの。人の分まで食べるでだわ。愛が感じられんね。行くね。ありがとう、しびれ痛いよ、痛い。だから、ひどいかいぞ。おはよう。あれですか？一本しかないですよ。これ折れんですよ、これ。はよ。いいだ。残しといてくださいよ。任せなさい。ちゃんと残しててあげるから。はぁ、うめ。先輩、お？ちょ、しょんべん行ってきます。お、行ってこい。俺も。先輩。え？あれなんですか、あれ。うん。え？いやあ、あ、仏さんは岡山の人でね。和歌山の、あ、高山の。どっちなんですか？高山の人で、ね、僕あんまりわからないんで、現場近くにあの衣装もあるそうですから。しかし発見が早かってよかった。あの辺じゃ白骨死体で見つかっても仕方ないからね、マネージャーあ、それじゃあ君たちの通報のおかげです。ありがとう。どうもご苦労さまでした。ご苦労さまでした。あ、そうそう、現場近くにねこういうもんがおっとりましてな、重要な手がかりになるんじゃないでしょうかな。結局この二人犯行がバレてしまって、丸一日の食事は抜き、翌日のお昼ご飯を食べること、食べること。首がよ、どれ曲がってまってよ、体がまるでクラゲみたいにブラ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 揺れとるわけ。おかげだよ、死ねといけないよ。何が死ねて、お前死ぬのによ、特に回りまれんて。死体見るのこれで三度目。何言っとんの、言われんかったくせに。あーもまくじいちゃんとおばあちゃん、まくろけまくろけ、二人とも小学校。パンか、これはお葬式だがね。観念中のがあるのよ。バカお前、火事になって他人様に迷惑になるだろう。嘘こきゃー、変な話、まあやめやん。おー
さだってな、首つったつって食ったもん全部吐くだろな。まあ、汚ねえ話ばっかり。でもやめなさい。スタッフさん、あんまり食べ過ぎて待て、首つりもせんのに吐いたらかいよ。厳しかった4日間の合宿も今夜のボンファイヤーで一応終了する。エブリバディ、このラストトレーニングに全力を尽くすように頑張ってもらいたい。いいね。はい。それからもう一つ、どんなことがあっても気を抜かないように。よろしい。はい。当たり日中。当たり一中。これやってるよ。ちゃんとわけ、まあまあ、だけど人殺しの手伝いしたんだよ。まだ人とは言えんよ。それにカンパ拒否したの、ラブタンとベニコだけだに。ベニコも na 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 na
ここにおったの。何してるの？なんだその格好は。ちょっと気分でね。もう小さなっとる。ねえ、本当にここで何しとるの？お前はいつもここで何しとる？何にも、ボケーっとしとるだけ。父さんもだ、ボケーっとしとる。まあええわ。ねえ、いい景色でしょう。いい風だ。うん。ここにおるよ。母様、上がってこいよ。上がってこいよ。あっきれた、親子揃って。来いよ。バカバカしい。愛子、電話だよ、友達から。誰？平塚さんって人。あ、ゴンベね。ちょっとごめん。ゴンベさんじゃないよ。平塚さんだよ。平塚志保のっての、その子。志保のから塩。塩からごま塩。ごま塩からゴンベ、わかった？で、合宿どうだったの？くれないよ。結局、一致せんかったし。頑張っても頑張ってもしょうがないんだもん。やんなってまうわ。そんなら意味なんかやめてみや。やめれんでしょ。最近アットランドじゃない？うん。幼馴染、中学の時の彼、すなわちあいつ。でもあいつ、私たちの学校逃げたでしょう。私一人ぼっち集まらんな。なんてしょぼくれてたら、なぜか快適なんだわ。変わったね、ラブタン。はい、お待たせ。はいはい、二人とも中学以来かね。おばちゃん、長いことこんといてごめんね。何回そうよくしてもらうと、悪いような気がするわ。ね。何を言ってんの、この子は。ね、どうせ暇でしょう。一緒に話そまい。ね。こんなことしとれんわ。こっちは食ってくために働かんといかんで。バイクビンビン飛ばしちゃってね。すごいらしいよ。何が？あいつ暴走族とも付き合っとるみたいよ。そう。冷たいね。ラブタン、何こだわっとんの？こだわってなんかないもん。こだわっとらんから首突っ込みたないんだがね。じゃあきっぱり別れたってわけ？あ、そういえばラブちゃん、彼近頃元気ないみたいよ。やだ、もうおばちゃんまで。なんで私が気にしないかんの？あいつとはもう終わったんだから。間違えていかんよ、ラブちゃん。ここへ来る子はみんないろんな話をしていく。ナウイおばちゃんにもわからんことがある。別れるとか浮気をしたとか。ねえ、三田です。しばらく会っとらんけど。ねえ、元気だった？うん、まあまあ。勉強ちゃんとしとる？どうも身が入らんわ。それにな。何？しんどかったて。いい相談相手おらんかったし。あ、元
嘩相手かな。うん、ほっとしたよ。今見たの声聞いてさ。バイク乗っとるって本当？やめてとは言わんけど気ぃつけてね。やめよっか。なんだ、どうしたんだ急に。新しい彼女いるなら無理せんでいいがね。あたしだって二股かけられるの嫌だし。ああ、分かったって。行事も競技大会、文化祭など盛りだくさんで、まさに君たち一人一人が青春をかみしめる季節だと思います。3年生の諸君は目前に控えた進学就職のための大切な時期であり、大きな努力を必要とするでしょうが、どうぞこの学校で今まで2年間培ってきたものを今こそ発揮する時だと思われます。なお一層の頑張りを期待したいと思います。三田さん、廊下は走らないこと。ちょっと元気をすぎるぞ。代わり気をつけなさいよ。はい、行っていいです。すみません、ね、あれ誰知らんの。島崎愛子先生、東京の人だって。うん、じゃあ死にの。うん、あ、愛子と同じ名前だ。でもあっち漢字、あんたカタカナ、画数で愛子に負け。ほら、愛子先生行くよ。なあ、おちょくって。どうしよう。まあいいや、2人で怒られよ。
大会で3位入賞したんだって。え、先生だわ、島崎先生。もっと肘張って、ずっと引いて。あったり日中。三田さんだったね。はい、打ってみない？手の内しっかり。はい、精神集中よ三田さん。はい、すいません。あったり回中。はい、落ち着いて。はい、じゃあもう一度最初からやってみて。先生ありがとうございます。コツがつかめたようです。おめでとう花岡さん。おめでとう紅子。これをやらんとスポーツウーマンの世界渡っていけんよ。ほら笑ってみ。おめでとう紅子。練習遅れてこないでよね。遅刻は1年生女子の連帯責任なんだから。どうしたの？人生のあり方について迷っとるんだわ。何を？正直者が損をする人生だってこと。なんでみんな紅子のプリプリに惑わされんだろう。お前が甘いのだ。どういうこっちゃ。正しく生きるのみが人生ではない。みんなにどんなに非難されようと、カマトトと言われ、アザトラマンと言われても、男の支持を得れば強く、たくましく、したたかに生きられます。ほれ、テレビを見てごらん。でもさ、弓道部の先輩も先生も男子もいい人ばっかりなのに、たった一匹のメギツネに惑わされてさ。それが嫌なら人の踏み台に平然としてなることだね。そんな愛子も素敵と違う。両親も多くの先生も大好きだし尊敬しているけど、信用はできん。私のことを思ってくれるがために、心の中の大切な宝物までゴミと間違えて捨てようとしてるんだ。そうでもないか。一般的にこの2つの要素は互いに反する別のものだとされています。でもね、先生はこの2つを分けて考えないことにしてるの。自然は刻々変化して、その変化した過程に
私たちの住むこの地球があって、私たちも生きてるわけでしょ。自然は人口を生んだけど、人口が自然を埋めるかしら。私たち人間はいつも自分が自然の中にいることを認識しないといけないと思うの。自然が病んでる時は私たちも確実に侵されているんです。自然と人口は対立できない、もともと一つのものなの。だから私たちも自然と一体となって変化していくことが大切だと思うわね、三田さん。はい、電動歯ブラシは使うべきでないと思います。人間はもっと手を使うべきです。そうね。でしょ。鉛筆もナイフで削ればいいし、スニーカーのマジックテッペだってのも紐に戻すべきです。そうでないと手まで退化した日には人類の最大の危機です。はい、ここでやめ。ここから本題に戻ります。教科書の80ページ、細胞から個体へ。先生、掃除終わりました。ご苦労様。羨ましいな。何がですか。君たちが若くて。やだ先生、おばんみたいだがね。ああ先生、規定始める。はい、見てごらん。やっとるの。やりたくないもんでまた遅くるんでしょ。わーずるい。ねえ、半分男子に残したろな。その点うちら女の子は真面目だがね。たった一人だけ例外もいらっしゃるようですけど。そういえばさ、どこ行っとるんだあのブリブリブリっ子は。また男どもに媚び売っとるんじゃないの。何がやってますなあ。だ遅いがね。男子の分しっかり残しといたでね。けーやっといてくれたんじゃないの。とろくさあ。だんだ男子の分がうちらの分は終わったの。まあ頑張ってね。ちょ、おい冷てえな。おいみんな意地悪なのね。いいわ、私が手伝ってあげる。本当。
った。どうせ暇だし。なんか悪いな、おい。やるか。おめえらね、ちょっと花岡さんを見習いって。ベニコ。あんたよくそんなこと言えるね。そうだわ。自分だけサボっといて。今までどこ行っとったの。どこでもいいでしょ。いいことないが。みんな一生懸命やっとったんだに、理由くらい言うべきでしょう。理由なんかないわよ。関係ないじゃん。何がこのひねくれ。ちょっと待って。なんで先生まで止めるんですか。違うのよ、ちょっと先生が。もういいわ三田さん。今日こそマジに答えてくれ。ただいまは。ただいま。おっか、どえらい深刻なんだに。あんたの娘はね、紅子が得する人生ならそんなもん放棄したいと思っとる。してどうするの。死ぬ。そんなら死んでみ。死ねんでしょう。いっぺん死んでみるわ。紅子が消えんなら私が消えたる。ないがね、なんでこんなバカなことを。死んでみーついたのかえないか。ジョークのわからん子だね。でもまあ、見当違いのとこちょこっと切っとるだけだがね。ここの血管切らんと死ねんのだわ。お母さん、よかったね。もしそこ切っとったらお母さん今頃マジで泣いとったに。冗談。だいたいね、手首切って死のうという人がなんでそんなお騒ぎせないかんの。あんた、娘の自殺奨励しんといてよ。親に向かってあんたちゅうのやめなさいね。でもま、今日は愛子のご要望にお答えして少しマジに回答したるわ。で、愛子、その人のことなんでそんなに嫌いなの。はっきり言って全部。うん？紅子が一人でいるときは遊んでやろうかなって思うけど、その度に小さいやつの態度でめげめげになる。その態度とは。猫をかぶる、かわいこぶる、先生にはごまをする、目上と男どもにはこびうる淫乱娘。うん。でもさ、母上、仕方ないかもね。紅子、気がついとらんかもしれんと今思った。その仕方ないちゅうのいただけんよ。なんで。紅子さんが気づいとらんのなら気づかしたりゃ、愛子殿。
ございます。私があなたぐらいの頃に弓道を教わった先生がね、ちょうど去年亡くなったけど、口やかましい先生で、その先生がいつも口癖のように言ってたの。弓は人の心を映すって。矢がまっすぐに飛ぶのも、ひねくれたように曲がって飛ぶのも、打つ人間の心をそのまま映し出してるんだってね。だから弓に対して素直になれって。いつもこうなの。その頃は古臭いお説教ぐらいにしか思っていなかったけど、今になるとわかるな、そういうの。数学の宿題だった。どうして忘れてた。私だよ。お願い、見せてくださいよ。ラブタン、ヘビテン、何やったんだ。一人で探しちゃったの。うん、ちょっとね、うん、なんで一人でいんの。ちょっとね、ねえねえ、これどうしたの。うん、自分で切ったんだ。なんでそんなことしたの。本気でやったの。うん、その時はね。でももう死ねせんよ。死ぬ前に試合も出たし、商談も欲しいからね。ラブには死ぬより大変だわ。ラブちゃんまだ的に当てたことないもんね。ちょっとそれはひどいよ。痛いんだよ、ラブちゃんやる。ほら、あ、危ない、危ない。貸してあげようか。いいです、自転車ですから。そう、
おい、愛子。あ、お父さん。ああ、やられちゃったな。え？ああ、あら。何これ、誰の？行こうか。あ、お母さんの誕生日。ねえ、お父さん。ねえ、お母さんと結婚したのいつだっけ？なんだ、やぶから棒に。一応、恋愛結婚だったんでしょう。お父さんとお母さん。一応な。ねえ、いつなの？教えて。愛子が生まれる3年前だったかな。何月？冬だ、真冬。雪が降っとったな。何月何日？何日だっけな。なんだ、覚えとらんの？平和が続けば続くほど忘れることが多くなるわ。そんなもんですかね。そんなもんですよ。お母さん、幸せかしら。そりゃそうだろう。本当かな。おお、娘と二人で歩くなんてめったにないことですよ、お父さん。もしもし、もしもし、もしもし、愛子か。そうだろ、愛子だろ。そうでしょ。待ったね。
島崎先生は生きてらっしゃいます。とにかく今はまだあなたたちにこれ以上何も伝えることはできないの。では授業を始めます。先生、自殺って本当ですか？教えてください。見とるんですか？島崎先生は先生、このままで私たちどこへ行きます？ちゃんと説明してください。そうだよな、わからないんだな。先生、知っとるんでしょ？噂や推測で物を言うんじゃありません。島崎先生も一人の人間です。先生としての生き方があると同時に一人の人間として、女として生きてるのよ。死ぬことも生きることにつながるんですか？かわいそう、先生。アホらしくて。島崎先生ってなんかこうそんな感じあった、うん、でもよ、死ぬって本当勇気いると思う？どっからに言うとんの。こんなことはっきり言って、これっぽっちも勇気なんかいらん。だけど頭からそう否定しちゃったら死んだ人全く好かれなくなっちゃうんじゃない？死んだら好きやしないでしょ。島崎先生が負けたなんて信じたくないけど、でも私許せない。なんでみんなそんなに同情するの？この広い宇宙の中で人間の生命なんてほんのちっぽけなものだけど、でも違うって逆なんだよ。宇宙ってとっても大きいけど、そこに生きてるものってめちゃくちゃ少ないことない？人間ってもっと大きいし、命ってもっともっと大切なんだかね。だってこの世に一人しかいないんだから、みんな知っとるくせにね。それに私たち真剣に悩んできたし、真剣に生きてきたんだもん。それでいいじゃない。そりゃ島崎先生つらかったも、つらかったかもしれないけど、生きていこうとしたっていいじゃない。あたし島崎先生好きだもん。死んでほしくない。生きててほしい。みんなもそんな風に考えないで。だってみんなだって島崎先生好きでしょ？ねえ、お願いだから、まだ本当の愛も知らないうちに、そうきっとあなたは自分を見ている。冷めてる自分を恐れているね。傷つけ合うのが怖いから、見つめ合うことさえ苦しいよ。I'm the only one.
ときめくことさえ忘れた。無理して自分をいつも悪者にしている。小さなことさえすぐに気にする。あなたのそんな癖は変わってないのに。微笑み合うのが辛いなら、僕の言葉だけ受け止めて。そう今はそれでいい。静かにだけど確かに僕の心を感じて。先生の病室。島崎さんはあそこの305号室。ありがとう、来てくれたのね。なんだなんだとはなんだ。もっと深刻なんかと思った。先生、これ食べて。ありがとう。隣の病室のね、のぞみちゃん。こんにちは。このお姉ちゃんはね、三田愛子さん。わかった？あ、いいもの持ってる。お姉ちゃんと遊ぼっか。そっか、同じ名前なんだ私たち。ありがとう。ねえ先生、とっても綺麗。大人になるとね。え？小さい頃、垣根やブロック塀で見えなかった向こう側が少しずつ見えるようになるのね。子供の頃はこの向こうにはキラキラ輝く湖やお花畑があるんだって、そう信じ込んじゃってたのよね。でもね、結局
その向こうはただの草むらだったりゴミ捨て場だったのね、本当は。分かってたはずなのにびっくりしちゃってめげちゃって本当に大人になりきってないのよね。気持ちいい。よかったね。え？先生。かわいい、ほんと。おいで。ミコ、ミコ、ミコ、ミコ。
愛子。愛子。どうした？愛子。母さん、帰ったよ。ちょっと来てくれ。愛子。お家入ろうな。お家入ろう。ほら、さ、立って立って。母さん。おかえりなさい。おい。愛子、どこ行っとったの、こんなに遅いまで。愛子。自分を信じるよ。結果じゃなくてその中にあるすごい力をさ。あたしはあたし、
簡単に燃え尽きちゃうほどシャチじゃないもん。生きてくよ、燃やすよ、このエネルギー、この力、さあ天まで届け。